なる神様、今日も新しい週を一緒に迎えることができ、そしてあなたに賛美を捧げ、祈りを捧げ、あなたの御言葉に心を向ける機会が備えられていることありがとうございます。どうぞ私たちが本当にあなたの愛を求め、真理を求め、あなたからの慰めを求め、憐れみを求めながら、しっかりとあなたと向き合う、あるいはまたあなたに知られていることを喜ぶひとときとしてくださるように心からお願いします。どうぞこの礼拝を始めから終わりまでお導きくださいますように、また日本中世界中で開かれている礼拝を祝福し、それらの場所に集う一人一人の上にあなたの豊かな恵みがありますように。しかしさまざまな事情や都合で礼拝に参加できない方々もたくさんいらっしゃいますが、主よ、どうぞそういう方々の上にもあなたの恵みが豊かに届いて、あるいは励ましが、あるいは慰めが豊かにその心に届けられますように。そしてどうぞそれらの方々が、神は私たちを見捨てていない、神は私たちを忘れておられないということに気づくことができるようにお導きください。特に病床にある方々の上にあなたの御手が添えられて、慰めや励ましが、癒しがそこに届けられますように。さまざまな問題の中にある方々の上にも、主よ、どうかあなたが共にいてくださって、知恵を与え、解決への糸口をお与えくださいますように。この礼拝を主よ心から感謝します。どうか本当に心が上に向く、そんなひとときとなりますように、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。私はイエス様が、私は何々ですと言われた、その自分の自己宣言といいますか、そのことについてお話をしていますけれども、今日はちょっと、違うニュアンスなんですが、ヨハネの福音書第10章の、10章の24節からちょっと長いところですが、
ヨハネによる福音書の第10章の、24節からちょっと読んでおきたいと思います。前後の関係があるので、分かりやすいかもしれません。するとユダヤ人たちがイエスを取り囲んでいった。いつまで私たちに気を揉ませるのか。もしメシアならはっきりそう言いなさい。イエスは答えられた。私は言ったがあなたたちは信じない。私が父の名によって行う技が私について証しをしている。しかしあなたたちは信じない。私の羊ではないからである。私の羊は私の声を聞き分ける。私は彼らを知っており、彼らは私に従う。私は彼らに永遠の命を与える。彼らは決して滅びず、誰も彼らを私の手から奪うことはできない。私の父が私にくださったものは全てのものより偉大であり、誰も父の手から奪うことはできない。私と父とは一つである。ユダヤ人たちはイエスを石で打ち殺そうとして、また石を取り上げた。するとイエスは言われた。私は父が与えてくださった多くの良い技をあなたたちに示した。その中のどの技のために石で打ち殺そうとするのか。ユダヤ人たちは答えた。良い技のことで石で打ち殺すのではない。神を冒涜したからだ。あなたは人間なのに自分を神としているからだ。そこでイエスは言われた。あなたたちの律法に私は言う、あなたたちは神々であると書いてあるではないか。神の言葉を受けた人たちが神々と言われている。そして聖書が、廃れることはありえない、それなら神から聖なるものとされて世に使わされた私が、私は神の子であると言ったからとて、どうして神を冒涜しているというのか。もし私が父の技を行っていないのであれば、私を信じなくてもよい。しかし行っているのであれば、私を信じなくてもその技を信じなさい。そうすれば父が私のうちにおられ、私が父のうちにいることをあなたたちは知り、また悟るだろう。そこでユダヤ人たちはまたイエスを捕らえようとしたが、イエスは彼らの手を逃れて去って行かれたという記事です。まあ、宗教指導者たちがいつもイエス様の話を聞きながらイライラすることが多かったんですね。それはイエス様は何を言ってるのか分からなかったということもありますし、なんとなく弟子たちの様子とか、それから人々のイエス様に対しての尊敬とかを見ると、なんかこの人は何かあるんだなというのを彼らは感じていたに違いない。で、無理にですね、あんたは誰なのか自分で言ってもらいたいというふうに、まあ、せっつくわけですけれど、でもイエス様がお答えになるのは、私は言ってるけれどもあなたたちは信じないではないかと、こういうんですね、私はあなた方に私が誰なのかを語り、それを見せてきたのに、あなた方はそれを信じようとしない。で、最終的に私と父とは一つであるという言葉を語るのです。これは私と父なる神様とは一つであって、要するに心は一つであって、思いが一つであって、神の願い、それは私の願いでもある、そういう神と一つなのだということを言った時、ユダヤ人たちはイエスを石で打ち殺そうとしたとあります。人間がそんなことを言えるはずがないと彼らは考えました。人間が神と等しいなんてとんでもないことだ、彼らはそう思ったのです。実はヨハネの福音書には、ヨハネの福音書が書かれた背景には目的があって、その目的というのは何かというと、イエス・キリストを通して父なる神様は分かるように、イエス・キリストの言葉、行いを通して、イエス・キリストが父なる神様から使わされた救い主であることが分かるようにというのが、ヨハネの福音書の書かれた目的なんですね。だからイエス様はここで、私がやったこと、私が言ったこと柄を冷静に聞いたら、私が神から使わされたものであり、私は父なる神様のさせようとしていること柄を実行しているのということが分かるはずだ。でも彼らはそもそもイエス・キリストを信じない。
まあ、もちろんその背景には嫉妬心もあるでしょうし、急にポッと出てきた若者が有名になってしまったこともあって、まあとにかくあまりこう好ましいこととは思わないと彼らは思った。伝統を知らないし、自分の出た進学校出てるわけでもないし、あんなこいつ大工のせがれ ね、別に教育も受けていないだろうに、なんでそんな大胆なことを言うのだろう。イエス様は、いや、もし私の言葉が信じられないのであれば、私のやったことごとを見てごらんなさいとこう語るんですね。まあ、もちろん私たちは最終的にはイエスという人が十字架にかけられたということを私は読んで知るわけですが、彼らは今この段階ではそのことは知らないわけですね。実はこのやり取りはですね、私たちの日常生活の中でも結構あるんです。私は何度かキャンプなどに行って質問を受けた時にですね、先生、私神様についてはなんとなく分かるような気がするんですってね、神様についてはいてもいいと思ってるんですよってね、だけどなんでイエス様が必要なんですかね。神様がいるのなら別にイエスなんていらないじゃないですか。神様は私だって言ってくれればそれでいいはずなのに。皆さんどう思います？実はこの聖書で教えている神様って実に親切な方でですね、もちろん神様はご自分でさまざまな形で人々にそのメッセージを伝えたわけですけれども、最終的な手段として神の懐におられた御子という表現が使われていますけれども、御子イエス・キリストを通して父なる神様ってこういう方ですよ、父なる神様はこんなこと考えてますよっていうことを言わせ、それによって私たちがそうか、父なる神様こういうことを考えていらっしゃるのかということでうなずくことができるようにイエス・キリストはやってきたのだというのが、まあ、ヨハネの福音書の一つのテーマなんですね。ですからイエス・キリストがいなければ本当のところ父なる神様については私は分からないんです。イエス・キリストがいるから私たちは、人間として来られたイエス・キリストが人間に分かる形で父なる神様を紹介してくれているので、なるほどなとうなずくことができる。イエス・キリストがいなかったら私たちは本当に大きな大きな偉大な天地を作った神がいるけれども、その神が私を愛していると言っても一体具体的にどういうことなんだかわからない。イエス・キリストがおられるので神があなたを愛してますよって言って、そしてイエス・キリストは私はあなたの罪を許すために十字架にかかりますよ、あなたの身代わりに死ぬのです、でもそれは神があなたを愛してるからですよということがわかる。イエス・キリストを通して私たちは父なる神を知る。イエス・キリストを通して父なる神が私たちのことを本気でケアしようとし、本気で生かそうとしていることは分かるのだということなのです。だから礼拝に来てイエス・キリストのことを知る、イエス・キリストのことを知るということはそのまま父なる神様の考えを知るということと等しい。イエス・キリストの言葉を学ぶ、それは父なる神様が使わした独り子であり、父なる神様は託した大事な役割を託した独り子なので、イエス・キリストの言葉を学ぶことで私たちは父なる神様の心を知ることができるようになるということなのです。うん、先週でしたかね、テレビライフラインに私の父が、出て再放送だったと思いますけど、戦争のことばらについて少し話をしたというのを人から聞きました。で、私をよく知ってる人だったので、いや関根先生そっくりですねって言うんですよ。そっくりでしたね、あの中に出てきた写真の家族の写真のあの 若い子供は関根先生だったんですかと言われてですね、私よく覚えてないんですけど、でも多分そうなんですね。私を知っていて私が喋った父に関するいろんなことを知ってる人は、父はそういうことを話している時、ああ聞いてる聞いてるとか、ああ分かる分かるというのありますよね。 どちらも知らない場合には関係はつきませんから、テレビに出てるあのおじさん私の親父なんですよって言っても、あそうですかってそれで終わってしまう。でも私のことをよく知ってる人は、あ随分若そうですねとか、
まるで兄弟のようですねとか、それはもう父がこの上なく喜ぶ言葉の一つですけど、時々私はそれはムッとしたりするわけですが、父の方から言ったりするんですよね。最近ね、もうね、一緒にいると兄弟って言われるんですけど、そう見えるでしょとか言われるとですね、親だよ親って思うわけですけれど、まあでもとにかくどっちかを知っていると両方のことに興味が持てる。どちらかを深く知っていると、ね、親子で子供のことをよく知っているとそのお父さんってどういう人なのかなと興味を持つことができる。お父さんのことを知っているとどういう子供なのかなと興味を持つことができる。でそれは両方知らないでそのこの人とこの人の情報を聞くというのとは全然違うんですね。イエス・キリストは父なる神様から使わされて父なる神様の心を表すためにやってきた。イエス・キリストの言葉やイエス・キリストの奇跡は決して自分を大きく見せるためではなく、俺はすごいだろうということを見せるためではなく、これが神の心なのだよということを教えるための奇跡であり、これが神があなたに向かって本当に伝えたいことなんだよというメッセージ。イエス・キリストは自分を大きく見せようとは全くなさらず、そうではなくイエス・キリストを通して人々は父なる神の愛を知るように、父なる神の偉大さを知るように、父なる神に知られているということを深く知るようにという意味で、イエス・キリストはいろんなことを語り、いろんなことを教えました。でその中で私と父とは一つであるというこの言葉、礼拝にやってきてイエス様の話を聞いて、それがどんな話であれ、ああなんかイエス様に愛されているというのはいい嬉しいことだなと思えたら、それはそのまま、ああ私は父なる神様にも愛されているんだなと信じていいんですですか。なかなか聖書を読んでいってこう福音書などもそうですけれども、記述がこうあって、この物語があって、この物語があって、この物語があって、これが一体私と何の関係があるんだろうって、ちょっとね読み慣れないと聖書ってつまらないんですよね。書き物であればもっと丁寧に説明してもらいたいもんだと、ね、もうちょっと小説っぽくね簡潔にこう分かりやすくしてくれればいいのにと思うけど、それが違うんですよね。意外とぶっきらぼうでなんかよく分かんない物語がポッポッと置いてあったりなんかして、それは初代の教会の人たちが言い伝えとしてしっかり覚えていたことが書かれていたり、断片的なことが書かれていたりして、で多くの場合読んで深く考えてからじゃないとなかなか結論が出せないんですね。あ、これはこういうことなのかってうなずくためにはちょっとあれこれ考えないとすぐに分かるという言葉ばっかりじゃないんですよね。つまり信仰が必要なんです。信仰が必要。イエスが言った言葉、この言葉は今すぐちょっとわからないけれども、きっと私に神の恵みを知らせるため、きっと神の愛を知らせるための言葉なんだろうなと思いながら何度か読み返していくと、ふっと気づかされることっていっぱいあるんですよね。私と父とは一つである。ぜひこの言葉を覚えておいていただきたいのです。私は神様を見ることはできないので、イエス様が語った言葉、イエス様が行ったさまざまな出来事、そういう事柄を学びながら、神様が背後にいてこの言葉をバックアップし、あるいはこの言葉を言わせ、この出来事の背後に父なる神様の思いがあるのだなという意識でヨハネの福音書を読んでいくと、思いがけずいろいろ分かりやすい面が出てくるんですね。兄弟でとても似ているという人がいます。羨ましいなと思ったことがあったりするんですけれど、兄弟でも何人かの兄弟がいて、その兄弟の友達はやっぱりその自分の知ってる兄弟だけではなく他の兄弟がいるということを聞くと、
どっかで結び合わせて一緒にいると、あ、お兄さんですねとか、ね、あ、妹さんですねとか話がこう広がったりするわけですね。私昔あの弟たちと一緒にバンド組んでたことがあって、ザ・ファミリーという、ほとんど落ちない洗剤のようなですね名前なんですけど、ザ・ファミリーと全然盛り上がらないわけですねその前はですね、ザ・ NHK バンドって言ってたんですよ、ね、NHK バンド、 NHK バンドってこうビラなんか配ってる、すごいですね、 NHK に出たんですかとか言われて、出ない出ない出ない、ね、じゃあなんで NHK なんですかって、要するにそれはですね、信義と広之と和夫というかあの名前の、ね、頭文字を取っただけのことなんですけど、でもどうして NHK なんですか、なんで KNH じゃないですかって、弟たちは何の臆面もなく、やっぱり歌のうまさかなとか顔の良さかなとかいろいろね、でそんなんでですね、結構いろんなとこ行ったり、学校に行ったりとか刑務所に行ったりとか教会に行ったりして、ザ・ NHK バンドでテープを作る、その当時ミュージックテープでしたから、テープを作る段になって、加藤さんやっぱり NHK バンドじゃまずい、これ NHK から絶対クレームがつくから名前変えた方がいいよっていうことになって、いろいろ考えたんです、ね、で最終的な結論はザ・ファミリー、まあなんとも兄弟だからね、ザ・ファミリーってつけようってことになったんですが、その前に出てきたあの、その前に出てきた、名前はですね、良き訪れというのはどうだろうと、ね、ゴスペルですよね、福音ですから、良き訪れ、でもなんとなく良き訪れというのは別な意味があってですね、よく音がずれるということかなと、ね、これはちょっとまあグループ名としてはまずいだろうというので、一応ザ・ NHK バンドから良き訪れになるかなと思ったんですが、これはまずいというので、ザ・ファミリーという安全牌を取ったわけですね。それで結構学校なんかに行って、ザ・ファミリーですって、私ベースギターを弾いたんですね。で弟、真ん中の弟はピアノも弾けるしギターも弾けるしアコーディオンもできるので何でかなんですが、で一番下の弟はギターを弾いていて、3人で舞台に並ぶわけです。でザ・ファミリーですって言って、で学生たちはもう正直ですからね、わーとかってみんな、ね、手をはたいてくれるわけですが、拍手してくれるわけですけど、一曲歌い終わってからひそひそ話が始まってですね、あの真ん中のこっち、真ん中の人とこっちの人ってすごく似てるけど、こっちの人は誰なんだろうねみたいな、ね、だから兄弟だって信じてもらえなくてですね、非常になんか悲しい思いしたことがあったんですね。でもあのザ・ファミリーという名前での、テープを作って、1回だけでやめたんですけど1回だけやめてですね、ザ・ファミリーの特徴はとても面白くて、3人いるのに全曲1人しか歌ってないという1人でしか歌ってない、つまり私が歌ってる時は他のやつは黙っていて、弟が歌ってる時は、ね、他のやつは黙ってるという、普通3人もいればちゃんとハモるとかなんかするはずですけど、全部自分でしか歌ってないというね、協調性のないなんかそんな感じなんですが、でもね、そういう流れでいると、いろんな人が面白い質問をしてくるんですよね、お兄さんと似てないですけど本当の兄弟なんですかとかって言われたりとかですね、よく言うなとか思ったりするわけですけれども、でもその3人のうちの誰かをよく知ってる人は3人の友達になれるんですよね、大体ね、3人のうちの誰かの素晴らしい友達は大抵全員の友達になれる。イエス様を深く知れば知るほど、イエス様を信じている人と友達になれるばかりではなく、イエス・キリストのことを本当に信頼すれば信頼するほど、イエス・キリストを使わした父なる神様の愛が見えてくる、父なる神様の優しさが見えてくる。ですからイエス様とお祈りしていいんですよ、イエス様これを助けてください、私と父とは一つだとおっしゃってますので、イエス様に知られたことは全部父なる神様に知られている。イエス様が助けてくださることからは、父なる神様が応援して助けてくださることなのだ。だからイエス様とお祈りすることはとても大事なことです、ね、でそのくらい親密な
イエス様と父なる神様との関わりの中に私たちが知られている、私が知られているというのは実に幸いなことだと思います。このイエス・キリストに知られているとすれば、父なる神様にも知られているということになるからです。あなたがイエス・キリストを知っている、あなたが別のところでイエス様は弟子たちに向かって私を見た者は父を見たのだという言い方をなさいました。私を見た者は父をも見たのだ、イエス様を見た人は父なる神様を見ているのだということなんですね。イエス・キリストから聞いて、あ、これは本当に神の恵みだなと思って聞けた、それはイエス様の言葉ではあるけれども父なる神様の言葉として受け取ってよいことなのだ。そういう意味で、あ、イエス様のこといろいろまだまだね、聖書の中には山ほど出てきますので、そういうふうなことを少しずつ受け取りながら、そうか、私は神に知られている、私はイエスに知られ、父なる神に知られているというところに固く立って前に進んでいきたいのです。くどいですけれど、イエス様を知る、神様を知る、それはもちろん大切なことなんですけれども、私が知るということだけではなく、私が勉強して発見するということばかりではなく、イエス・キリストを信頼して、イエス様、あなたこそ救い主です、あなたこそ私の主ですと信頼して、イエス・キリストと対話をするとき、私たちはイエス様に知られている存在になる。イエス様に知られている存在になる。イエス様に知られている存在というのは、もうなんかどんな人に知られているよりもはるかに嬉しい、はるかに力強い、はるかに慰めに満ちた、そして誰からも打ち倒されることのない、そういうお方に知られているのだ。だから知られていますから、遠慮なく愚痴をこぼし、遠慮なくお願いをし、遠慮なく感謝を捧げ、遠慮なく礼拝を捧げるという関係が開かれているのです。でもこのことを信じない人たちにとっては、この人は神を冒涜していると言って石で打ち殺そうとさえしてしまっている。今でもイエス様のこの言葉は神への冒涜だと信じている人たちはたくさんいます。でもその人たちは決してイエス・キリストの言葉を、イエス・キリストの行いを深く考え、その背後にあるものが何なのかを深く考えていないような気がします。どっかにこう先入観があって、そんなこと言っちゃダメという先入観があって、私は神の独り子だということも、いや、そんなこと言っちゃダメというイメージがきっと育っているのだと思います。幸い私たちはイエス・キリストこそ神の御子、神によって使わされた救い主として信頼しています。そのお方に知られているということは、父なる神に知られていることだ。天地を作りなり、それを維持しておられる神に知られている存在、私と父とは一つです。どうぞこの言葉の中に安心感を発見してほしいのです。あなたが知られているからです。そしてあなたのどんな状況の中にも、神は憐れみ深く、情け深く恵みを届けてくださるお方です。一言になりましょう。恵み書いてる主なる神様、御子イエス・キリストをお使わしになって、私たちに父なる神様の素晴らしさを表すために、御言葉を語らせ、さまざまな出来事を教え、そしてさまざまな不思議な技を行い、ただただ神が私たちのことを本気で愛していて、本気で心配していて、本気でケアしておられるということを私たちにお示しくださったこと、ありがとうございます。どうぞそのことを常に覚えて、イエス様と身近に生きていくことができるように、私と父とは一つだと言われたイエス様を信頼して、イエス様にどんなことでも知ってもらうことができるように助けてください。今日も愛する方々はいろんな状況の中からこの礼拝にやってきましたけれども、どうぞ一人一人が
そうか、イエスに知られるということは父なる神に知られることなのだな。イエス・キリストに愛されるということは父なる神に愛されるということなのだなと、心の中に大きな安心感をしっかり持つことができるようにお助けください。そして主よ、どうぞあなたが具体的な必要にお答えくださいますように、人間関係においても、あるいは精神的、あるいは肉体的な痛み、病気、そういうことについても、あるいは経済的な問題についても、主よ、どうぞ私たちを憐れんでください。そしてどうぞ具体的にその解決のための門を開いてくださいますように、心からお願いします。仰ぎ願う子は、私たちの愛する救い主御子イエス・キリストの恵みと、父なる神の愛と、聖霊なる神の親しい交わりとが、私たち一同と共に限りなく豊かにありますように。アーメン。いつものように God bless you を賛美したいと思います。じゃあ。